長、J リーグの理想を押し付けるな。記者、理想は否定しないが理想を押し付けるなということを言いたいわけだが。市長、その辺は率直にチェアマンにも申し上げております。我々は J リーグが目指す理想、特にスタジアムの理想はわからないわけではないけれども、自治体の責任という風にしてもらってもこれは難しいですということはお伝えしています。確かに身の丈に合ってないな。リーグ発足前のバブル期の感覚を引きずってるからやな。あと欧州コンプ。海外でもモナコなんかはこじんまりしたスタジアムだよな確か。というか欧州の主なリーグの方が J リーグより規定緩いくらい。これは市長の言う通り、J リーグ側の都合でしかない。聞くしてもらう立場なのにそれを負担させようとするとか何様だって話。ベルマーレ側の試算では15年間で110億円の税収効果、3800億円の経済効果が期待できるという。ベルマーレの平均が1万くらいで年20試合くらいやから15年でだいたい300万人。一人当たりが毎回13万くらい使えばいけるなぁ。